どうもどうもお疲れ様です、エステちゃんです。今日はこの間アフターヤン見た時に面白そうだったの予告があったので、その話ですねしていきたいと思います。でそれ何の映画かっていうと、イニシェリン島の精霊っていう、これまたアフターヤンと同様コリン・ファレルが出てる映画なんですけど、これなんか予告で見た情報だけ申しますと、コリン・ファレルともう一人なんかおじさんの同世代の友達がいて、でなんかずっとそのコリン・ファレルとそのおじさん友達はずっと仲良くて、特に何の問題もなく過ごしてたんですけど、ある日なんかもう昨日まで仲良くしてたのに、急にそのおじさんっていう友達からコリン・ファレルがなんか、いやお前とはもう口聞かねえからみたいな、俺に話しかけてくんなよみたいな言われて、なんかいきなり絶交宣言されるんですよ。でコリン・ファレルはなんでそんな風に友達が言うか分かんないから、えなんでなんでみたいな聞くわけですよ。いやでいいからもうとにかく嫌になったから話しかけんなみたいな感じでなんかこう進んでって、でなんかあるシーンでは予告でですよ、予告でですけど、なんかそのいやお前なんかある時なんかロバの糞の話2時間してただろみたいな、お前の話つまんねえんだよみたいなことをコリン・ファレルに言ったら、コリン・ファレルがいやロバじゃなくて馬だみたいな、ふうみたいななんかシーンとかで、また別のシーンだといやもういいからとにかくこっからお前が俺に話しかけたら俺がこのなんか立ちハサミみたいでっかいハサミあるじゃないですか、それで俺の指を一本切り落としてお前の口にぶち込んでやるっていう、なんかすごい過激なことを言い出してて、でそのおじさんコリン・ファレルの友達のおじさんは結構趣味でかな、趣味でか仕事では分からないですけどバイオリンを弾いてるんで指と、まあ大事なんですよ、みんな指大事ですけど特に使う、より使う人なんですけど、その人がもう指をもうお前俺の指切ってお前の口にぶち込むからなっていうぐらい話しかけないでほしいっていう展開になってて、でさらに予告が進むと今度はコリン・ファレルが仕掛ける側みたいになってて、あお前今話しかけたなみたいなおじさんに言ってんですよ、お前話しかけないって言ったの俺に今話しかけたなみたいな感じなシーンがあって、え一体全体これはどうなっていくんだろうと思って見てたら、なんとスリービルボードの監督が脚本も監督もやってるっていうことで、これはもう嫌な展開しかないんですけど、スリービルボードもねなんかまあ最後まあハッピーエンドでもないしな、見つかってないし娘、まあうんっていう感じですけど、まあなんかそんな感じで、でしかもこれまだ先の公開なんです、来年の1月27日公開なんで、まあちょっとね皆さん覚えてたら見てほしいですけど、時間がなんと109分ということでね、これは私絶対見ようと思って、一体全体何の話なんだっていう、急に絶交宣言するって一体何なんだっていうおじさんがおじさんに対してね、これは楽しみだなっていうのでちょっと皆さんにお伝えしたいなと思った次第です。はい、あとDon't Worry Darling っていうのが来週公開になるんですけど、それも私楽しみにしてて、ブックスマート、そうブックスマートの監督がやってるっていうことなんで、ちょっとブックスマートと全然違うテイストなんで、またこれも楽しみ、これまあ123分なんで、まあ、ちょっとありますけど、はい、見ていきたいなと思います。見た際またあげたいと思います。はい、ということで終わりです。